世田谷ハウスを利用する加藤さんは現在入院する次女きほのちゃんの付き添いのため、お父さんお姉ちゃんと離れて生活をしています。そんな毎日にお姉ちゃんは、いつ帰ってこれるのって、夜はずっと泣いてました。でもトットは絶対いなくならないから、トットがいるから大丈夫みたいなのは言ってました。ママ泣いたいですか？はい。どんだけ会いたいですか？わかりません。こんなくらい、どんなくらい会いたいの？この日は月に一度の親子再会の日。1ヶ月ぶりの家族で過ごす時間。自分と2人の時こんな顔しないんで。ね。こういう風に家族が近くにいられる場所があることで、岡山から来た娘と一緒の時間を過ごせて、マクドナルドハウスがあってよかったなって今とっても思います。寂しいけれど妹が頑張っているから私も頑張る。でもこの時間だけは思い切り甘えたいお姉ちゃん。お姉ちゃんね、ごめんねとよろしくねをいつもこう気持ちで思いながら、またねにたくさんの気持ちを込めて見送ってます。またね、バイバイ。寂しいし心配です。だけどまた会えるし頑張ろうと思います。